四田米城は岩手県気仙群住田町四間前坂関61番地、一他に所在した戦国時代の日本の城。城石は南北200メートル、東西100メートル、高さ50メートルの小山が城郭で、当の街道の要衝を抑えた山城である。室町時代初期に当時の領主、笠井春信が、 隣国塔の領からの侵入に備えて、阿蘇沼市をこの地に廃したのに始まると言われる。古くは、下千二十七条の一つで、戦国時代末期、城主は火災家臣で、当の阿蘇沼市の一族、阿蘇沼海守の康であったが、天正十八年に、豊臣秀吉の欧州市沖により火災市の領地が没収されると、この地は、達領になり、 伊て領彩北端の南部市の侵入を防ぐ重要な位置にあった。またこの時、の阿蘇沼広長も領地を没収され、南部市の悲観とされたが、伊てに侵入した与言前や蘇沼市から制裁を迎えていたこともあり、慶長5年の関ヶ原の戦いの際、阿蘇沼一族内閣により、当野の横田城を奪われ、広長は阿蘇沼信康を頼り与伝兵城に逃れた。 広永は、伊達政宗の講演を受けて、慶長6年12月、四伝前阿蘇沼市らと共に、気山前園を借り受けて、東の奪還を試みたが失敗し、阿蘇沼氏は、明日ともに、東の領主としての地位を失った。2016年4月8日から7月31日に、かけて、国道340号の拡幅工事に伴う、発掘調査が行われ、 腰車などの15カ所の平場や2畳の犬走りが調査された。ありがとうございます。